ウェイン・レーニーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ダウニー出身の元モーターサイクルレーシングライダーで、元チーム監督。1980年代末から1990年代はじめに、かけて、最も成功したライダーの一人とされる。1990年から1992年の、ロードレース世界選手権 500cc チャンピオン。 典型的な先行逃げ切り型ライダーであり、序盤にトップをダッシュした後、2位以下を引き離し、独走という優勝パターンを最も得意とした。またスタートも得意とし、ボールポジション以外からでも第1コーナーの時点で順位を上げ、トップをダッシュしていることも多かった。これらは、ライバルのケビン・シュワーンツが、接近戦で強さを発揮しスタートはあまり得意で、なかったのとは、 対照的とされる。このため、二人が繰り広げたバトルは、1989年日本、GEP をはじめ、最終的にシュワンツに軍配が上がることが大半であった。またシュワンツが、特に初期をはじめ、優勝か転倒と形容されるスリーリングな走りで、あったのに対し、レーニーは優勝以外のレースでも2位や3位に入り、ポイントを稼いでいた。これらから、しばしば、 優勝レースがつまらない、堅実と捉えられ、シュワンツより、地味な印象を持たれがちだが、後輪を大胆にスライドさせる力強いライディングは、速さと安定感が高次元で両立したものであった。特に前世紀には、圧倒的に思える差で独走していても、流さず、終盤まで全力での走行を行っていた。そのプロフェッショナル精神、全力を貫くスタイルは、 ミスター100%、または120%、レイニーと形容され、同時代に活躍したエディローソン、ワインガードナー、ケビン・シュワンツと共に、四強と称される。建設作業員の父、サンディ・レイニーと、母、アイラの間に三人兄弟の長男として生まれた。6歳の時に、父が、ミニバイクを買い与えたことが、モータースポーツ経歴の始まりとなった。 125cc のニストヤマハでダートトラックレースに参戦し、15歳になる頃にはその名が知られるようになった。1983年、川崎ライダーとして国内メジャータイトルアマースーパーバイク選手権のチャンピオンを獲得。1984年、前年限りで引退したケニー・ロバーツのチームから WGP250cc クラスに参戦するが、 この時は、チーム体制の不備もあって、活躍のないまま、翌年あまスーパーバイクに戻る。1987年に二度目のチャンピオンを獲得。1988年、再びチームロバーツヤマハに加入し、今度は、WGP500cc クラスにフル参戦。全員15センチューリタイヤは1回に止まり、 第12戦イギリス GP での初優勝を含めた表彰台7回などでランキング3位を獲得する。翌1989年には第9戦オランダ GP までに3勝を挙げ、ローソンとチャンピオン争いを展開。しかし、第10戦ベルギー GP にて一旦優勝とされながら3位となるとリズムを崩したのか以後勝ち星を挙げられなくなり、ローソンの猛追を許す。 そして第13戦スウェーデン GP では、ローソンとの一騎打ちで点灯を起死して逆転され、最終的にランキング2位に甘んじることとなった。全員15戦中、前述のスウェーデン GP でのリタイアと豪雨により、大半のトップライダー同様棄権した第5戦、イタリア GP を除く13戦で、表彰台に上がっており、安定感は健在だったが、 大事な場面での一度の転倒が響き、王座を逃すこととなった。1990年は、ローソンが、前年王座を獲得したホンダから、2年ぶりに、ヤマハに復帰。このために当初チームのエースは、ローソンとなる予定だったが、レーニーは開幕戦日本 GP で、予選、決勝ともに、他に大きく、差をつけてのポール2ウィンを達成。 第2戦アメリカ GP で、ローソンが重傷を追い戦線離脱したこともあって、ヤマハのエースライダーとなっていった。この年は、全15戦中全ライダー最多となる7勝をマークし、またトラブルでリタイアした第14戦ハンガリー GP を除き、14レースで表彰台に上がった。前年の失敗から、それまで以上に、 安定して強いスタイルを身につけ、第13戦チェコ GP にて2戦を残して、チャンピオンを決めている。この年のランキング2位は、レーニーに次ぐ5勝を挙げた、シュワンツだったが、最終成績で68ポイント差をつけている。翌1991年は、マイケル・ドゥファンとの争いとなるが、この年も速さ、安定性の両方で、レベルの高さを示した。 全ライダー中最多となる6勝をマークし、参戦した14、戦中表彰台13回の成績で、一戦を残し2年連続のタイトルを獲得。この2連覇は、1983年以来続いていた、チャンプとなったライダーのワークスは、翌年は、ライダーチャンピオンを獲得できないというジンクスを打ち破るものでもあった。 しかしチャンプ決定後のルタテストで骨折し、最終戦マレーシア GP を欠場。また骨折の影響により、満足にテストのできないままシーズンオフを過ごすこととなった。1992年日本 GP1992 年は、前述の怪我が言えぬまま参加した開幕前のテストにおいて、クラッシュにより骨折。怪我を負ったままシーズンが開幕し、 ホンダ NSR500 をカルドゥーハンが、開幕4連勝を、飾り好調を示す一方で苦戦。2年間なかった転倒リタイヤを2度も喫したほか、第7戦ドイツ GP では、予選中の転倒による痛みに耐えかね、決勝を途中棄権している。その影響で、第8戦オランダ GP も欠場したが、同 GP 予選で、ドゥーハンが転倒により右足を骨折。 一時は切断の噂も出たほどの重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。この後、レーニーはそれまで、ランキング2位だったシュワンツを逆転し、じわじわドゥーハンに詰め寄ると、ドゥーハンの復帰戦となった第12戦ブラジル GP で、シーズン3勝目を挙げ、2ポイント差にまで迫った。最終戦南アフリカ GP では、予選で、ドゥーハンの先行を許すも、決勝は、 前でフィニッシュし、4ポイント差でチャンピオンを決めた。3年連続のタイトル獲得は、ケニー・ロバーツ以来だった。1993年もレーニーは、GP の中心となり、開幕からシュワンツと、チャンピオン争いを繰り広げた。この年のマシンはフレームに問題を抱えており、序盤こそ、ポイントリーダーに君臨するも、中盤には、問題が、深刻化。 特に第6戦ドイツ GP、第7戦オランダ GP では、表彰台からも遠ざかる5位に終わった。また、この年はシュワンツも安定性を身につけていたため、ポイント差はなかなか縮まらなかった。しかし、第8戦ヨーロッパ GP では、改善の兆しのないフレームに見切りをつけ、工術のように市販車のフレームを使い優勝。第10戦イギリス GP では、シュワンツが、 ドゥハンの転倒に巻き込まれ、レーシューリタイヤとなる中、2位に、入り8ポイント差にまで詰め寄る。第11戦チェコ GP では、シーズン4勝目を挙げ、第4戦スペイン GP 以来のランキングトップとなった。この時点で、残りは3戦、シュワンツとのポイント差は11であり、4連覇は、現実味を帯びつつあった。下半身不随チェコ GP に続き、 ミザノサーキットで開催された第12戦、イタリア GP。ミザノは、レーニーの得意とするコースであり、3周目に、チームメイトのルカ・カダローラをかわして、トップを奪い、そのまま差を広げていた。しかし、11周目に高速コーナーで、ハイサイドを起こし転倒。マシンから放り出され、頭部からグラベルに落下、第 6K 椎損傷の重傷を負い、 下半身不随となり、残りの2戦をキャンセルする。この年初のリタイアだった。シュワンツは、イタリア GP で3位に入り、レーニーを逆転。この結果、レーニー不在で迎えた第13戦、アメリカ GP において、タイトルは事実上シュワンツに、決定と発表されるに至った。自信初のタイトルだったが、サーキット上で、 レイニーを打ち負かすことに、市場の喜びを求め続けたシュワンツは、彼の怪我が治るなら、タイトルはいらないとの発言を残すこととなる。また、アメリカ GP スタート前の 500cc ライダーの記念撮影では、w ェイン e Wish You Are Here というプラカードが提示され、PP のドゥーハンは、グリッドでそのプレートを掲げた。 また優勝したジョン・コシンスキーも、レイニーがそばにいるような気がして頑張れた。また元気な姿を見たい。とエールを送った。しかし、1994年シーズンも始まろうかという頃、下半身不遂であり、再起不能と発表されることになる。キャリア絶頂期の中、突然の引退となった。シュワンツも、ライバルを失った楽胆からか以降モチベーションを低下させ、 1995年序盤をもって引退することとなる。レーニー自身は、自己翌年の1994年には、マールボロ山派チームレーニーを立ち上げ、1998年の退任まで車椅子でレース現場に参加した。日本人では、原田哲也や安倍のリーフミが同チームから参戦することとなった。自身の言葉他者の言葉総 PP 獲得数では、 レーニーはシュアンズを下回っている。レーニーが競り合いの末に優勝したケースは、1989年、ドイツ GP、1993年日本 GP、などに限られている。計3ヒート制となったレースで優勝したが、その後レギュレーションで、再スタートタイヤ交換が共に一度ずつしか、認められていないことを理由に、3ヒート目が無効となり、 2ヒート目までの結果が最終成績となったため。なお、プロストの最大のライバルでもあったアイルトンセナは、プロストが引退した翌1994年に自己死している。ありがとうございます。